さん脚本の人形劇、2年にわたってですね全464話が制作されたというんですね。あの辻村寿三郎さんの人形独特の世界を作り出していました。また語り手の坂本九さんが黒子姿で画面にも登場していました。ではそのテンポの良いオープニングテーマです。藤井凡大作曲新八犬伝メインテーマ。